にちは、土井です、今日はですね、こちらの R5 さん、クラッチ交換今してますんで、まあ、ちょっとその様子をお届けしたいなと思います。まあ、いつもお届けしてる、まあ、どんなことをやって、どんな作業をしてるのかっていう部分と、まあ、あとはなかなか普段見ていただく機会がないと思いますんで、まあ、その辺のご紹介だったりとか、まあ、あとはクラッチ交換だと一緒に、まあ、周辺パーツなんかも見積もり入れさせていただく機会が多いんですけれども、なかなか部品の名前だったりで、どこの部品がどうやって交換されるのかっていうのが分かりづらいと思いますので、まあ、その辺を今日は詳しくやっていきたいなと思います。それでは見ていきたいと思います。はい、で早速もうギアボックスの方は下ろしちゃってますんで、まあ、これからこの中を清掃して、まあ、消耗品周辺パーツの交換になります。で今回クラッチのリフレッシュなんで、まあ、ディスクとカバーも交換になります。で通常、クラッチのリフレッシュだとこのカバーとディスク、まあ、あとはカバーを押すこのベリーズベアリングですね、クラッチを、踏むとレバーでこうベアリングが押し出される感じですね。はい、でこのベアリングがこのカバーの中心の部分ですね、ここを押すことによってスプリングが開いて、まあ、クラッチが切れる仕組みになってます。はい、で通常はここまでなんですけれども、今回、アルゴスの強化クラッチキット組み込むんで、フライホイールが軽量フライホイールになります。なんで純正のこのフライホイールも取り外していきたいと思います。はい、で今フライホイールの方を取り外しました。でこれが付いてた純正のフライホイールですね。で、まあ、今回オグラクラッチのアルゴス強化クラッチに切り替えるんで、まあ、ボルトは固定ボルトは付属のボルトになるんですけれども、基本的にフライホイールの取り付けボルト再利用はもともとできないんで、まあ、この辺も全部新しいものに交換していきます。であと交換する部品としてはガイドパイプですね、このミッションのシャフトの真ん中に付いたパイプ、これも交換になります。であとは、まあ、キットに含まれてるんですけれども、レリーズベアリングも、アルゴスの方についてくる強化品に交換になります。もう全然見た目が違いますね。こっちプラスチックケースなんですけど、こっちはもう金属のかなり頑丈なレリーズベアリングになります。でレリーズベアリングダメになると、ハンクラってハンクラの時にギーって音がしたりだとか、まあ、あとはニュートラルですねの時にガラガラ言ったりだとかっていう時は、だいたいこのレリーズベアリングの中のベアリングがダメになっちゃってることが多いです。であとは、ベアリングブッシュですね。このブッシュ、これ何かっていうとリリースシャフトの受けですね。このシャフトがこう回転する時のこの受け、この2箇所になります。でこれもプラスチックなんで、まあ、経年劣化で割れたり減ったりっていう可能性があるんで、この辺も、まあ、開けた時じゃないと交換ができないんで、まあ、漏れなく新品に交換します。で今回、シャフトシール、この真ん中のシールですね、からオイルも漏れてますんで、この辺も交換します。で、まあ、距離走ってる車だったりだとか年数が経ってる車なんかは、できれば交換された方がいいかなと思います。まあ、開けた時じゃないと交換ができないんで、で更年式で漏れてなければどうしても交換しなくちゃいけないっていうパーツではないんですけれども、まあ、同じように開けた時じゃないと交換ができないんで、まあ、できれば一緒に交換っていうのがいいかなと思います。でこれ同じようにエンジン側にもシールついてますんで、ここですね、こっちも交換していきます。こっちもちょっとにじんでる感じですね。はい、なんで、まあ、一緒にその辺リフレッシュしていきます。で今回軽量フライホイールとセットになった強化クラッチのキットなんで、めちゃくちゃ軽くなります。で一応純正が全部システム、これ全部ですね、全部で 16.8kg に対してアルゴスの方が 11.2kg なんで、まあ、重たいものを回すよりかも軽いものを回した方がやっぱりエンジン負荷少ないんで、レスポンスがめちゃくちゃ良くなります。で最後ちょっとその辺動画も撮りたいと思いますので、ぜひちょっと見てみてください。それではちょっと清掃と組み込みをしていきたいと思います。
はい、一応これで組み込みが終わりました。でベアリレリーズベアリングが新しいものになってますね。で、まあ、ブッシュなんかも全部新しくなってます。で動きもすごくスムーズになってます。はい、でクラッチの方もエンジン側に組み込み終わりました。すごくかっこいいです。ただ組み上げちゃうと見えなくなっちゃいます。はい、なんで一応これで全部というか、まあ、クラッチの組み込み作業はこれで終了したんで、まあ、あとは全部組み立てて、まあ、試運転だったりアライメントでご納車っていう感じになります。はい、そんなわけで今日は R53 のクラッチ交換の様子をお届けしました。まあ、今回使用したアルボスですね、強化クラッチキット、もちろん補修で交換に使うのもおすすめなんですけれども、まあ、軽量グライフホイールのおかげでレスポンスもかなり良くなるので、まあ、チューニング目的で、まあ、現状クラッチが全然大丈夫な車でも、まあ、交換、非常におすすめです。ぜひお問い合わせください。そんなわけで今日はツッチがお送りしました。ご視聴ありがとうございました。